いや本当富野会長素敵な方でしたね。やっぱ皆さんあれなんですね、多分皆さん共通点があって、なんかこの少年のような笑顔をするんですね、何歳になっても。多分これ共通点ですね、少年のような笑顔、なんか共通点かもしれない。